第62回晩水荘バラ展が10日松山市一番町3丁目の晩水荘で始まりました。今回のテーマは情熱の赤いバラで、色鮮やかな大輪が甘い香りとともに来場者を魅了しています。栽培技術の普及と向上を目的に愛媛バラ会と県が毎年開催しています。県内の愛好家が育てたおよそ300品種の3000点ほどが並び、来場者は写真撮影や花の匂いなどを楽しんでいました。時代によって花の形が変わってきてる、だから今頃最近はすごく優しくって花びらが数が多いのが最近はね多くなってます。楽しみ。晩水荘バラ展は15日までで、入場料は大人200円、小中学生100円です。